プロフィールをクリックしプロフィールの編集をクリックしますウェブサイトを追加をクリックし自分の所在するサイト運営するブログなどを記載します 趣味特技を入力します自分の所属するグループ団体を入力します受賞歴を入力してアピールしましょう入力が終わったら変更の保存をクリックしますプロフィールを充実させましょう